楽に越したことはねえ。加減にしろよクソ女。アルミンに劣等生だのトロイおとり役だの言いやがって。事実を言ったまでじゃねえか。それでへこたれるならあいつはそれまでのやつなんだよ。ユミル、やめましょうよ。何口を挟んでんだサシャ。お前はいつから恩人の私に意見できるほど偉くなった？いきなりシャシャリ出てきて勝手なこと言ってんじゃねえよ。さ、お前って本当に他人の気持ちを考えねえやつだな。よく言うぜコニー。バカのお前にどんだけ他人の気持ちがわかるってんだよ。ちょユミルってコニー、どこへ行くんですか？あの野郎め、気分を直しに愛しのクリスタに会いに行くとするか。そうだよ、何か文句あるのか？きっとあいつも愛しい私のことを待っているだろうよ。
よ。感謝する。油断は禁物だ。訓練は大変だったね。油断していたら本当に死んでたかもしれない。ああ、かなり危険な訓練だったな。お前は大丈夫か？そうだよな。ようやく目標への一歩を踏み出したんだ。こんなところでへこたれちゃいらんね。これからはもっと危険な訓練も増えてくるかもしれねえが、俺は諦めねえ。早く一人前の兵士になって必ず。エレン、待って。訓練に対して意気込むのはいい。だけど本当に危ない時は私を頼ってほしい。うるせえな、ミカさん。いつまでも子供扱いしてんじゃねえ。ごめんなさい。けどエレンは熱くなると周りが見えなくなる。昔からいつも心配だから。俺はお前の弟でも子供でもねえって。まあ二人とも落ち着いてよ。ほらミカさん、一緒に寮に戻ろうね。なんだよ。まあ確かに付き合いは長いけどよ、あのやりとりをどう見たら仲がいいと思うんだ。とりあえず俺たちも戻るとするか。明日も早いし、さっさと休もうぜ。
どう思う？信頼って大事だよ。絶好の実験日和だ。絶好の実験日和だ。さあ行くよ。というわけで、巨人捕獲作戦を成功させるためにエレンの力を使わせてほしいんだよ。却下する。エレンはまだ巨人化能力を完全には掌握できていない。それは分かってるけど、巨人の捕獲だって大事なことだろ。巨人の正体を探ることは調査兵団本来の目的なんだからさ。黙って従え、クソメガネ。
エレンの扱いを決めるのはエルヴィンだろうに。どうしてもダメなの？ああ、この作戦に参加できないなんてかわいそうなエレン。分隊長、彼もまだ参加したいとは言っていません。それにしたってこの作戦で使える人数が少ない。あ、じゃあ代わりにこの子を貸してくれる？それはいいよね。私から強制はできない、本人次第だな。巨人の捕獲は成功例の少ない極めて難しい任務なんだ。辞退するなら今のうちだが、どうする？そうこなくちゃね。さすが私の見込んだ子だ。分隊長、いくらなんでも新兵には無茶では。本人にやる気があるなら止める理由はない。許可しよう。ただし無理に前線には出るな。よし、じゃ。お前、あいつに付き合ってると早死にするぞ。リヴァイ、お前はエレン以外の4人を率いて作戦のサポートに回ってくれ。お前も新兵を早死にさせたくはないだろう。チッ、了解だ。さあ捕獲作戦開始だ。まずは邪魔な子が入ってこないようにしとかないとね。特定の地点に物見の拠点を設営しておけば巨人の接近を素早く察知できるはずだよ。君は我々と一緒に行動してくれ。離れると危険だからな。さあ一緒に可愛い子を捕まえよう。拠点の設営予定地点に巨人がいますか？あの子か。ちょっと違うかな。あ、討伐していいよ。完了しました。分隊長、残りの設営予定地点は3カ所です。あれは救援要請、急行します。こいつは倒していいんだよな。やれやれ、とんだ任務だ。すみません、手を借りられて助かってます。まあいいんだ、お前も大変だな。ありがとう。その調子で頼むよ。はい、了解です。倒せたら縁談のもとへ急げ。助けを求めてる。面倒なことをさせやがる。リヴァイ、もっとやる気出してよ。人類が勝利するためには大切なことなんだ。
拠点の設営ができたぞ。リヴァイ兵長、助かります。軍隊長、残りの設営予定地点は2カ所です。楽しみだな。どんな子がいるかな。やつは捕獲対象じゃないよな。この作戦はかなり無茶だと思うんですが。君たちならできるって。精鋭中の精鋭なんだからさ。できたぞ。はい、ありがとう。作戦成功までもう少し頑張ろう。は、努力はしますが。また巨人を生け捕りにするなんて。ハンジさん、あの巨人は討伐してもいいんですよね。あの子も欲しいんだけどね。仕方ないか。頼むよ。やったぞ。引き続きお願いするよ。お願いされても。逃げたりしねえ。縁談の元へ急げ。助けを求めてる。できたぞ。アンジさんは正気じゃねえな。こんな危ねえ作戦を追っ始めるなんてよ。ハンジさん、やっぱ無理っすよ。巨人を捕まえるなんてできるわけねえっす。無理でもやるんだよ、オルオ。これができなきゃ人類は巨人に勝てないんだから。負け。やっぱき頼むよ。もう帰りて。拠点を頼むぞ。逃げたりしねえ。
設営予定地にいる巨人を排除します。よろしいでしょうか。あの子も排除でいいや。よし、これで拠点を設営できた。よしよし、だんだん捕獲できそうな子を絞れてきたよ。分隊長、興奮しすぎです。違うな。よし、討伐して拠点を設営しちゃおう。討伐完了、拠点を設営します。ヘトラさん、お願いします。分隊長、すべての地点で拠点の設営が完了しました。ここからは俺も同行する。お前らだけじゃ頼りねえからな。リヴァイ兵長、お心遣いに感謝します。さあ、部隊は整った。いよいよ捕獲作戦を本格的に開始しよう。捕獲できそうな子はあの子かな。くれぐれも慎重に頼むよ。先に渡しておいた装備があったはずだ。それを活用して捕獲に挑んでくれ。そっちは大丈夫か。大丈夫。さあ行こう。定めろ。その装備を使って捕獲するんだ。見計らって確実に捕獲するんだ。行きましょう。
く。やれるぞ。おっと、ハンジ、いい加減にしろ。バカいらないでよ、リヴァイ。こんなチャンスを見逃してどうするのさ。新兵のことなんか見ちゃいねえな。すいません、リヴァイ兵長、もう少しだけ分隊長にお付き合いください。逃げたりしねえ。やったぜ。4メートル級捕獲成功だ。ほら、おめでとうございます。これで作戦は成功ですね、分隊長。さっさと引き上げるぞ。これならいけるよ。次の捕獲目標は7メートル級だ。次だと、あのクソめが。失敗しても大丈夫だ。予備の捕獲用装備は十分に用意してある。大きな巨人を捕まえるためにはまず動きを鈍らせる必要がある。両足を切断することで巨人の体勢を崩すことができるぞ。よし、やったぞ。補給したか。面白いやつだ。頼むぞ。
のよ。やれるぞ。これ以上は付き合わねえ。生きたぞ。大変です。作戦範囲内に新たな巨人が侵入しました。それってもしかして捕まった仲間を助けに来たってこと？そんなわけねえだろ。退路を確保しましょう。分隊長、人為的にもこれ以上の捕獲は不可能です。とも思ったけど仕方ないか。怖い奴が出てきたな。
給しとこう。作戦は終わりにするぞ。ああ、捕まえた子たちを早く連れ帰って実験を始めよう。終わりだ。さっさと撤収するぞ。みんな協力してくれてありがとう。さあ、あの子たちと一緒に帰ろうか。すごい。本当に生け捕りにするなんて。これでやりたかった実験がいろいろできるよ。早速計画を立てないとね。まず何から始めようかな。うなじ以外の弱点がないか確認しないとね。でもやっぱり最初は意思の疎通の検証からだな。意思って、巨人の行動原理は人類の捕食だけだと教わりましたけど。だけど過去には気になる事例もある。イルゼ・ラングナーという兵士が残した手帳があってね、なんと言葉を話した巨人について書かれているんだよ。二人ともちょうどいい機会だから聞いてほしいんだけど、イルゼの手帳が示唆するところは、我々が未だ巨人について無知であるということだ。巨人の正体を突き止める努力は継続されなければならない。得られた情報がたとえわずかだとしても決して無駄ではない。いつの日か人類の反撃の糧になるものであると私は信じる。はい。分隊長、壁外での長話は危険すぎます。速やかに捕獲した巨人の運搬にかからないと。あ、まだあの子たちに名前をつけてなかったね。うっかりしてたな。聞いてください、分隊長。
どう思います？家族を失いたくない。ありがとう。怪我が治ったみたいでよかった。何かできることはある？遠慮しなくていい。あれ、珍しい組み合わせだね。何を話…そういうことか。でも、かすり傷で済んだんだろ。ミカサ、本人が気にしてねえんならもういいじゃねえか。でも、私の不注意で怪我をさせたから。頼み事がないならこんなのはどうかな。君がミカサに何か質問して、ミカサはそれに何でも答えるんだ。はあ、なんだそれ。こういうのはけじめさえつけられれば何でもいいんだよ。ミカサに何か聞きたいこととかない？エレンとアルミンの。そういや、お前もシガンシナクの出身だったよな。ミカサ、何かこいつに昔のことを話してやれよ。今急に話せって言われてもミカサも困るだろうから、何か思い出したら話すっていうことでいいんじゃない？わかった。それでいいならそうしよう。また私のことを尋ねてほしい。何か話を用意しておこう。リスタ、その荷物、やっぱりこっちに持ってきてくれ。はい、すぐ持っていきます。クリスタ、早く俺の足も見てくれ。おい、俺が先に頼んでたんだからな。お嬢ちゃん、俺の腕の方を先に見てくれ。あ、待っててくださいね、すぐ行きますから。ごめんね、いろいろと手伝わせてしまって。いえ、処置の仕方もいろいろと教えていただきましたし、これくらいは当然です。ありがとう、助かるよ。じゃあ次はこっちを手伝ってくれ。
さて、これで君たちにお願いしたい仕事は全部だ。お疲れ様、助かったよ。おっと、こんにちは。いつも主人がお世話になってます。あ、こんにちは。いつもお見舞いご苦労様です。奥の病室へどうぞ。あの人たちは？ここは兵団の診療所ですよね。奥で寝てる兵士がいただろう。彼の家族だよ。原則ここには兵団関係者しか収容しないんだけど、彼はもう長くないかもしれないんだ。巨人との戦いで負った怪我が元で悪い病気にかかってね。今の状況じゃそれを治す方法は。あの、お父さんは助からないの？大丈夫だよ。お母さんには秘密にするから。きっとお母さん悲しむか。待って、私あの子のこと放っておけないよ。だって今にも泣きそうな顔してた。うん、私しばらくここに通ってもいいですか？あの子のこと励ましてあげたいんです。構わないけれど、本来の職務は別にあるはずだろ。その妨げにならない程度にしておくんだよ。珍しいな、お前がこんなところに来るなんて。もしかして兵長を訪ねてきたのか？そっか、さっき中の掃除の様子を見に行ったからそろそろ戻ってくるんじゃねえかな。そういやお前最近すっげえ頑張ってるらしいな。先輩たちも噂してたぞ。おい、何を喋ってやがる。口を動かす暇があるなら手を動かせ、エレン。はい、すみません兵長。ち、それでなぜお前がここにいる？まあいい、むしろ好都合だ。ちょうどお前に話があったんでな。エルヴィンからの指示だ。今後お前にはエレンと一緒に俺の個別指導を受けてもらう。個別指導？さあな、理由は俺も知らん。まずは弊社の大掃除からだ。今後の予定を開けておけ。な、いきなり個別指導なんてどういう風の吹き回しなんだろうな。お前のそういう前向きなとこ俺も見習いてえな。
感謝するぞ。見事なものだ。やっ、絶好の実験日和だ。調子はどうだ。は？意見を聞かせて。おお、どうか隊長、無茶ばかりして。私はあんなに生き急げない。心が安らぐ。
いいものが揃っているよ。また来てくれよ。また来てくれよな。いい品が揃ってるよ。また来てね。いらっしゃい。また来てね。何か提案があるのか？
意見があればいつでも来い。何か提案があるのか。意見があればいつでも来い。何か提案があるのか。意見があればいつでも来い。最後に勝利するのは俺たちだ。休息も兵士の仕事だ。